る。パパトンです。ママトンです。ライトンチャンネルです。はい、今回はですね、ライトンチャンネルの初のグッズが出ました。ということで、まあ、初のグッズを、まあ、自分たちで、まあ、工場に依頼をして、で自分たちでそれを、まあ、梱包して皆さんに送るってい う, こう手作業をね、して、まあ、ちょっと値段とかそういうのも、まあ、できる限り購入しやすいようにいろいろ考えて、やったので、購入の仕方をね今回ちょっとお伝えできればいいかなと思います。まずはね、黒 T に白地の T シャツしかまだお見せしてなかったので、こちらじゃん、バイトンレインボーの T シャツも、はい、よいしょ、自分たちでね作ってみました。はい、すごいね、可愛い感じです。これだったら下にすんごいカラフルなあのスカートとか、あのハーフパンツとかでも合うと思うし、そうだね、デニムも爽やかに合うと思うし、本当にねこのレインボーがいい感じに効いております。そうだね、レインボーいいよね。そう、すごい可愛い。今着てるものよりはロゴがねもうちょっと下に下がる予定です、はい、もうちょっとトップぐらいに来る感じかな。そうだね、3、4センチぐらい下に下がる予定です。で、ママトン、パパトンが今着てるのは、それぞれのね、ママトン、パパトンって入ってるんですけど、購入できるものにはライトンズ。ライトンズね。はい、とローマ字で入ります、はい。ライトンズっていうのはね、ライトンチャンネルのことを応援してくださるファンのことでございます。ということで、ライトンファミリーの仲間入りということで、はい、はい、ライトンズをね、着ていただけたら嬉しいです。最後ポーズ。シャキーン。ちょっとゆっくり、ゆっくり回ってください。するサイトはこちらのサイトになります。こちらのサイトから購入していただくことになります。で、概要欄の方にも貼ってあるんですけれども、まずこちら飛んでいただきまして、まあ、商品についての説明とかサイズのことがいろいろ書いてあります。で、下の方に進んでもらうと、まずは白地の T シャツの黒文字で、2番目に黒地の T シャツで白文字で、3番目にレインボーの白 T シャツが書いてあります。で、それぞれ100センチから160、あと SML、XL、XXL、XXXL っていう風に商品がね、すごいたくさんあるので、そこお間違いなく見ていただいて、ね、サイズ間違いね。そうそうそう、サイズだけは本当に気をつけて、気をつけて。そうで、1枚だったらプラスを1回押せば1ってなると思うので、それで1枚ってことなので、もし2枚だったらもう1回プラス押せば2ってなると思うので、で家族分とか、例えばお子さんの分とかってなった時に、他のところもプラスって押していただければ、その分の枚数がこうカウントされます。で、一番下の方に行っていただくと、送料っていうのも、まあ、商品として一つあります。で、これもカートに入れてください。これは必ず入れるようにしてください。必ずお願いします。お願いします。これが抜けてしまうとちょっとね、さらにやり取りがこう必要になってしまって、ちょっと面倒くさい風に手続きになってしまったりすると思うので、必ず T シャツプラス送料を両方ともカートに入れて購入に進んでください。お願いします。で、送料なんですけれども、他のね、いろんなショッピングサイトだったら、まあ、700円とか800円とか一律で結構かかってしまうんですけれども、まあ、それをできるだけ抑えて、レターパックプラスっていう郵便局の払
発送のものがあるんですけれども、それで520円で一律で送りたいと思っています。でこれは対面式での受け渡しなので、例えば無理やりポストにガーって入れて袋が破けちゃったとかそういうこともないし、あの直接受け渡しってことはちゃんと受け取ったなってこっちも分かるので安心してね、あの送れると思います。はい、でどんどんカートに進んでいってもらって、その後なんですよ、うん、クレジットカードかコンビニ決済が選べます。で、クレジットカードはねそのまま番号とか入力していただいてそのまま購入に進めるので、スムーズにいくんですけれども、コンビニ決済がですね Yahoo ID にログインしないと、使えません。そうかそうか。で Yahoo ID は携帯番号があれば Yahoo に登録できるので、それでログインしてもらって進んでいただくか、まあ登録したことない方は新規登録いただいて Yahoo でログインしてからそのページに進んでいただけたらと思います。でクレジット決済は、その購入ページに進んだ後に、期日いついつまでにコンビニで支払いをしてくださいっていう風に詳細が出るので、その日までに支払いをしていただけたらと思います。まず注文の期限なんですけれども、1週間後ちょうど来週の土曜日、5月30日の23時59分までに申し込みと支払いの両方を完了させた方のみで締め切ります、はい、でもう締め切ったらもうその申し込んでくださった方の人数分でもう T シャツの工場に発注してしまうので、遅れてしまうともう間に合わなくなってしまいます、はい、ということなのでお早めに注文お願いします。特にコンビニね、コンビニ決済、コンビニ決済そうね忘れがちだと思うので、そうですね、コンビニ決済の方は、うん、ウェブ上で購入しましたってなっても、うん、入金がそうだねされないと確定にはならないので、うん、コンビニ決済をねお選びの方は申し込んでからもうできるだけ早く30日までに必ずお支払いをお願いします。はい、すいませんがよろしくお願いします。お願いします。で、念のためね、注文の一番最後の欄に、まあ、住所とか入れた後なんですけれども、万が一ちょっとやり取りが必要になってしまった場合の、連絡先を、はい、メールアドレスか SNS の、まあ、ID を書いていただきたいっていうことで欄も、記入欄を設けたんですけれども、メールはそのままメールアドレスを書いていただいて、SNS を書く場合は SNS の例えば Twitter って書いて Twitter の @何々っていう ID を書いていただいて、 Twitter 名も書いていただけるととても分かりやすいので、いろいろ細かくね書いていただけたらと思います。協力をお願いします。お願いします。どうしてもねクレジットカード持ってないとかさ、うん、なかなか普段使わないっていう方もいるから、そういう方はコンビニね決済があると嬉しいかなと思って、どうにかねそれができるサイトを探して、はい、そこでなんとかねやろうかなと思う感じなので、ご協力をねいただけたらと思います。で、今回その T シャツ初めて販売するんですけれども、もしかしたら今後全く同じものは売らないかもしれません、うん、っていうのは、左袖にねプリントを今回入れてるんですけど、結構他のねサイト、他の工場だと袖にねプリントできない工場とかもあったりして、今後発注数が多くなったりした時に自分たちの手作業でやることが難しくなったら違う工場にお願いしなきゃいけなくなっちゃったりすると思うので、そしたらね多分もうまた同じデザインはなくなるよね、きっとね。まあ一応ねなんかデザインこだわりたいんですけどねまあそうだね、ちょっとまあ分かんないよね、ちょっとね分かんない、今のところ見つかってないとね工場が。そうだね、まあなので、もしかするとデザインは同じものはちょっとできない可能性もありますよってことだけちょっと今のところね。そうだね、はい、というわけで、はい、たくさんねお話ししてしまったんですけれども、簡単にまとめますと、まずは注文するサイズを間違わないこと、はい、ですね、枚数もね間違わないこと、そして住所や名前などの記入間違いがないようにお願いします。そして、連絡のできるメールアドレスまたは SNS の、詳細を書いていただけると嬉しいです。最後に、注文は5月30日の23時59分までに支払いまで終わってるようにお願いします。はい、
でもし注文に関してわからないこととか質問があれば、ツイッターとかYouTube のコメントなんでもいいので、アマゾンに連絡もらえればすぐにお答えするので、もう期限が限られてるからパパッとねやんなきゃいけないと思うので、悩まないですぐにこう聞いていただけたらと思います。皆さんとお揃いの T シャツね着れたら嬉しいなと思うので、はい、買っていただけたら嬉しいです。購入の仕方についての動画でした、はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。Hey, bro, don't you look at that. I said, my friend, what you looking at?